この日の獲物は妹が小さなウサギを1羽、姉娘が大きなイノシシを1頭。狩人の姉妹にとっていつも通りの生活、いつもと変わらない日常でした。異変に気がついたのは町を見下ろす丘へ出た時です。町には火の手が上がり、かすかに銃声が聞こえています。姉娘の頭をよぎったのは隣国で起こっていた戦争のこと。姉娘は妹にここにいるように言い置いて、町の様子を見に行くことにしました。火の海となった町は妙に静まり返っていました。煙が渦巻く中で、姉娘は見たこともない凄惨な光景に息を呑みました。どちらを向いてもあるのは死体。兵士を倒した姉娘の耳に走り寄ってきたのは周囲では敵軍。姉娘が思った通り、隣国の戦争がついにこの国にも火の手を伸ばしていたのでした。獲物を狩るように敵軍の兵士は、衝撃、暑さ、痛み、妹の叫び声、途切れゆく意識の狭間で兵士たちの口から出た
ある言葉が耳に残ります。それは選別という言葉でした。今度の武器は戦争、剣に残された記憶がなんだか悲しいわね。パッと片付けちゃいましょう。パパッと片付けちゃいましょう。
か変わった雰囲気ね。見える？下の方。たくさんの道が出入りしてて、まるで迷路みたい。他の道はどこに通じてるのかしら。黒髪の姉娘が気づくと、そこはもやに包まれた世界。遠くから声が聞こえます。その声は聞き慣れた妹のものによく似ているのに、聞き慣れない奇妙な音が混ざっていました。そうだ、妹を助けないと。おぼろげだった記憶が徐々に焦燥感へと変わっていきます。妹をかばって受けた剣、戦場に一人残してきた妹の叫び、そして王国の兵士たちの言葉。たった一人の妹、一人の家族、どうかどうか。やがて姉娘は白い光に包まれていき、目覚めた時、黒髪の姉娘は違和感を覚えます。そして自分の手足を眺め、愕然と。自分の片腕、片足が機械になっており、黒く艶やかだった髪が真っ白になっていたのです。妹は？姉娘は妹を探すために薄暗い牢獄を駆け出します。いともたやすく扉を蹴破り、音を聞きつけて現れ、そして自分の体に何が起きたのか、ようやく気づきます。恐ろしい兵器となった姿を闇が包んで。
まだ息のあった兵士に妹のことを問い詰めると、笑いながら、それは他国への侵略を続けるこの王国の恐ろしい計画、捕らえた人間を殺戮用の機械兵とするための選別を行っているということ。そう言って兵士は息絶えました。姉娘は駆け出します。考えてはいけない、考えてはいけない、考えてはいけない、そうつぶやきながら、最悪の未来を振り払うように。この武器の女の人の記憶、彼女が手足を失ったのは暗い過去のせいなのね。
ターゲットを視認しました。追いかけましょう。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。今のは さっきの怪物どこかに行っちゃったみたいね。ともかくこの刑事は次の記憶で最後よ。あと一息頑張りましょう。薄暗い牢獄を脱出した
義士の娘が見たのは炎。そこは見たことがない外国の地でした。妹を探さなくては。無我夢中で義士の娘は走り続けます。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。子供の叫び声のような音、それを聞いた義士の娘は駆け出しました。そこにいたのは、選別を経て面影を失った片付けちゃいましょう。ここから本番です。変わり果てた妹が何かを思い出そうとするように震えていました。目の前で愛する妹を殺された義士の娘は我を失いました。王国兵が原形をとどめない肉塊となってもなお、義士の娘は自分を止められませんでした。姉娘は妹を大切に抱き上げ、血に濡れた顔を見つめました。お揃いだった自慢の美しい黒髪は二人とも白くなり果てました。しかし
妹の髪には娘がつけてやった髪飾りがまだ光っていました。戻らない時間に一人取り残された義士の娘は妹のために誓います。王国の血が絶えるまで復讐の火を燃やし続けると。人が生きていくには、もう彼女にとっては取り戻さなくてはならない。行きましょう。次なる欠片があなたを待っているわ。ここはママの嫌だわ。またトラブル。ここはママ一人で対処しなきゃいけないのよね。あの扉の奥から黒い敵の気配がするわ。
人間を守るために作られた2体の人形が機械の敵と戦っていました。女の子の名前は 2B、 男の子の名前は 9S。 2B を2人が組んで戦えば叶う敵はいませんでした。しかし 9S には密かな願いがありました。繰り返される終わりの見えない戦い、こんな世界から 2B。 ある時二人は索敵情報をもとにぽっかり口を開けた鍾乳洞の中を進んでいきました。出てくる敵を次々と倒しながら、二人の通った後に動いている機械の敵はいません。
パパッと片付けちゃいましょう。
ターゲットを視認しました。追いかけましょう。深い深い洞窟の奥、情報に記されたその場所は、一歩踏み出そうとしたその瞬間、ナインエスは自分仕掛けられていたのは電子迷彩、隠れていたのはその中央でウイルス、それは人形たち 2B の目が、状況は最悪で戦線離脱がも、ナインエスはその道を拒絶します。それは 2B を助けるため、それはナインエスの生きる意味、汚染される心に必死で飛び込みました。パパッと片付けちゃいましょう。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。
パッと片付けちゃいましょう。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。2B の心の迷宮、その緩い鉄の、それは繰り広げられ 2B 何度何度も、そして殺されるかい、ナインズという愛称で呼んでほしい。何十you
ですよ。うんざりするね。行くわ。邪魔するのはあなたたち。ありがとうございます。覚悟しない。
One.
ターゲットを視認しました。追いかけましょう。2B の汚染を除去した 9S。 予想外の反撃に崩れた包囲網の隙を突き、遠隔で任務完了の報告を済ます。ダメージを負った彼女をさせ、 2B に殺され、記憶を消去され、また出会うのはなぜだろう。その答えは霧の中にあり、 2B に聞きたい言葉も、でも彼女の記憶に残るのである。この自分が彼女に記録されるのなら、何度殺されても
悔いはない。繰り返される二人の運命は、ナインエサー暗闇を歩きつこれより任務を開始する。いいぞ。油断はしない。